婦人部の皆さん、おはようございます。はい、頑張ってください。審査お願いします。お願いします。ちょっと半分の半袖、長袖持ってんねんけど、そしたら名前を、いやもう半袖でいいよ。でも誰も半袖でしょ。半袖返したのか。はい、片貸しましたと。平成19年4月10日生まれ、背番号は平成19年8月16日生まれ、もうわし持って帰るからね。はい、牧村雄二、平成20年5月15日生まれ、番号は3。それの長袖も持ってくる。奥の大輔。はい、奥の大輔、平成21年1月21日生まれ、番号は4。斉藤龍太。はい、斉藤龍太、平成19年5月25日生まれ、番号は5。太田修作。はい、太田修作、平成21年3月4日生まれ、背番号は6。はい、山内拓太、平成20年2月21日生まれ、背番号は7。あれやから、もう全部入んねん。松村宇太君。はい、松村宇太、平成20年7月15日生まれ、背番号は8。藤森亮。はい、藤森亮輝、平成20年5月18日生まれ、背番号は9。雨谷亮太。はい、雨谷亮太君、平成19年8月21日生まれ、番号10。いや、あの、左右ね。はい、藤本大輔、平成20年10月23日生まれ、背番号は11。